お疲れ様でですすの久保です今回の「気になる男17」171話ですけども、えっと、コラボについてちょっとね注意点をお話ししようかと思いますあのコラボって基本的にあの視聴者さんをお互い共有する意味でね新しい視聴者さんをこう広げていくっていうので基本的には有効だと思うんですよでもその上で自分のことを考えるんだったらあの余裕のないうちはね実はコラボってあんまりしない方がいいんですよね でするとしたら自分よりも2桁ぐらい実力が上の方とやった方がいいんですよね。明らかにこの人は上だろうみたいな感じ。その一つの指標が YouTuber なら、チャンネル登録者が自分の10倍とか100倍ぐらいの桁でいってるんだったらこれはやってもいいのかなと思うんですよ、えー。というのがやっぱりね、A さんと B さんがコラボすると必ず平均化が起こるんですよ。実力の大きい人っていうのは低い人に引っ張られるんですよね。だから、あのー、 ジョイントするときにギャラを発生させましょうとかって話になって交渉が必要になってくるんですよでこれは以前もお話したような気がしますけども、うん、まあそれと似たような感じですコラボっていうのは危険をはらんでいるってことなんで自分の力とか影響力を高めたいんだったら自分よりもマーケットをたくさん持ってる人とか自分よりも更新頻度が高い方とのコラボは有効なんですよあと常にセールスをしている人とかまあ、常にビジネスの話を一貫しているとかねもっと言ったら自分のためになるなぁと思ってる人だったらいいと思います で動画のリレーっていうのも、まあ、このあとねまた別の動画でやろうかと思ってたんですけども動画のリレーって1回1回が送る相手へのメッセージであり弱点の補強なんですよねだから感想を言ってるだけだったらこれは本当に時間の無駄になっちゃうんでえ基本的に私はそういうことをせずにここがウィークポイントだよっていうのを何点かに絞ってキーワードとかエピソードとしてお伝えするようにはしてるんですよねそうなると受け取った方が「あ確かにな」と思ったりとか「あなるほどそういうふうにやっていけばいいんだ」って感じで 偉そうに言えば引きき上げてあげてるることができるんでんすよただ残念ながら引き上げた分だけ自分は引き下げられるんですよねですんでかなりの格差がない限りは一緒に潰れてしまう可能性があるんですよですんでコラボの申し込みとかがありますけども例えばチャンネル登録100万人の方に対して私がねメッセージを送ってお願いしますって言ってもこれ絶対聞きられないしこの理屈が分かっていれば申し込むことすらしないんですよ、まあ、ですんで私がジョイントする時は謙虚にね 自分の影響力よりも10分の1とか100分の1だなと思っている方とかまだ始めたばかりの方とかまだ1個も始めてない方とのコラボっていうのはその方を応援する意味でやることがあるんですよそれはもちろん自分の再生数とかそれからチャンネル登録者数が減ることを覚悟してなんですよねで実際私の再生数が何で減ったかっていうとジョイントしてるから減るんですよこの理屈が分かってるのに私は自分の稼ぎのためにとか影響力を増やすためにやってるわけではなくてあくまでも 熟成さんの間口を開くために、まあ、言ってみればこれは師匠の精神っていうんですけどね師匠っていうのはあの先生と弟子っていう意味もあるんですけども生きると死ぬって書くんです師匠ですよね師匠の精神つまりはギブアンドテイクでもウィン・ミンでもなくってまあ道を開いてあげるけど、まあ、俺は何もなくていいよみたいな感じ俺は潰れたら自力で這い上がるからさみたいなこういったちょっとしたね見えなんですよね。 まあですんで、ごぼごぼの上限を突き出すこともないですし、一方的にあなたが有利なようにやりましょうっていうふうなのが、私の考えている速歌塾でのコラボの提案の仕方なんですよね。だから、自分よりもレベルの高い方に申し込むことよりも、どっちかって言ったら、貢献するためにやるっていう意思の方が強いかなと思います。ただ、余裕がないうちにやるとね、本当にね、自分の YouTube チャンネルすらあの、淘汰されてしまう、その巻き込まれてしまうんですよね。だから、非常に厳しいところがあるんですけども、 自分よりも力が上だなと思った人にはこちらから申し込まないっていう風なところはあるかなと思いますね。これはだから言ってみれば弟子のために私のアカウントはありますよっていうことでもう自分の育ててきたアカウントをまあ恩返ししてる状態なんですよね。ですんでねこれからも自分のチャンスを広げよう売り上げを立てようと思った方はどんどんコラボのズームに申し込んできていただいてたいですしそれからあのリレー動画もねどんどん活用してもらいたいんですよ。私はどんだけねあの 削ぎ落とさされててても全然自分ででで這いいいい上がっっきまますすそこは大丈夫でございます遠慮せずにやってください、はいえー、ただね、これからね、YouTube 活動する中で、えー、今日のじゃあ二つ目のテーマにしましょうかね。これがメインになると思います。ものすごいね、えーまあ、身内とのね、格差という思考の格差とか配慮の格差に愕然することがあると思います。ま,あ、まだその時期が訪れてなければ、それは幸運なことなんですよ。YouTuber として、 活動していくとまあ特に家族をお持ちの方ね例えば YouTube の活動について自分の動画を見てくださっている家族だったらいいんですけども見てくださらない家族とはどんどん溝が膨らることになります、まあ、紛れもなく YouTube 活動によって家庭を支えているわけなんですよねあ YouTuber っていうのはで奥さんや子供たちっていうのはそれに支えられているのに どんな動画が世の中に価値を与えてお金を集めてきてるのかなっていうふうに興味を持ってくれないんですよね。つまり YouTuber ってのは報われないんですよ。家族に対してすら。プラス、こっからが悲劇なんですけども、面白い動画があってねとかね、今度こんな YouTuber さんが出てきてねとか VTuber さんがいてねっていうふうな面白い動画の話ばっかり振ってくるんですよ。で、それっていうのはかなり残酷なことなんですよね。というのが、家庭を支えてる動画は全く見られてないのに、 そのできた余裕で赤の他人の動画を面白い面白いっていうふうに絶賛するわけなんですよ。それによって自分のやってる you YouTuber 活動は認められていない家族からは全く無関心っていう現実と他の YouTuber さんに興味があるってことを毎日知らされるわけなんですよね。それに耐え抜いていくそのマインドセットっていうのは今までお伝えしてきたマインドセットとは別のものを持たなくてはいけないんですよ。これが結構恐怖です。というのがこれをね例えて言うと、まあ、例えば あのユ,ユーチューバーじゃなくて例えばタカさんがねあのセブンイレブンのオーナーさんだとしますよねでセブンイレブンの営業活動むちゃくちゃ頑張ってバイトにも気に入られてみんなで店舗を盛り上げていこうっ,つってからねやってるわけですよ今の時期だったらクリスマスケーキよーしクリスマスケーキはいっぱい売るぞみたいな感じでセールしてるんですよつまりセブンイレブンの自分の店のためにもう心血注いでるわけなんですよねそれによって家族を支えてるんですよでも家族ってのは稼がなくて良くなっちゃったんで余裕なんですよ暮らしがだから ローーーソンとかファミリーマートにに買い物に行ってしかもそこでクリスマスケーキの美味しそうなのがあったのって買ってくるわけですよ。ねそしてそれをセブンイレブンのオーナーさんであるお父さんの目の前で美味しそうに食べてるんですよね。でお父さんも食べまよって勧めてきたりするわけですよ。でこれに耐えれるかってことなんですよね。これをもうちょっとね立場を変えた言い方をすると、まあ、奥さんがいます。奥さんと旦那さんがいますよね。これタカさんでもいいんですけども。結構こう夫婦活動は <laughs> いわゆるね、疎遠になってくるとするじゃないですか。でも、タクさんがね、どっかに、ね、タクさんって言ったら、ちょっとこれ、例えですからね、例えなんで申し訳ないんですけど、タクさんがあの、外出してる時に、綺麗なね、足の女の人見て、こう、見とれてたりとかね、それから、可愛い女の子に言い寄られて、ちょっといい関係になっちゃったと。そういうのと家に帰って、奥さんの目の前で、いや、なんかね、今日ね、すごくセクシーな女の人見たんだよって。すごく腰がね、キュッとしててね、足とかプリンとしててね、いや、あれ、いい女だな、とかね。 で昨日はねこんなね女子高生の可愛い子を見てしかも3人がねこっちに寄ってきて話し返ってくるんだよいやなんか感動しちゃったよね俺もまだまだいけるかなっていうのを毎日奥さんに聞かせられるかってことなんですよで奥さんはそれに頼るだけのマインドセットを持ってるかどうかなんですよねそれが例えで逆にしましたけども元に戻してみると YouTuber として活動していて1週間にやってるのに奥さんは別の YouTuber に魅力を感じてるってことしかも毎日知らされるってことなんですよ これをとしててどのように受け止めていくかっていうこことをね、れから考えていくのはそんなに遅いことではないかなと思いますし早いことでもないんじゃないかなと思うんですよ。どっかでこの違和感に突きつけられて自分は何のためにこれをやってるのかないや何のためにもなってなくてもやれるのかなというねそこまで考えを彫り込んでみるとちょっと YouTuber っていうのもお気楽商売じゃなくてねで今日のことだったかな YouTuber 活動って売れてもやめるんですよ。 で、その動画を作りましたけども売れたらもう YouTuber 活動でなくてももう暮らしていけるんだってことでハッピーリタイアする方もいればねもう売れたがゆえに周りの人とのギャップでできなくなる例もあるってことなんですよこれは前回の動画では言わなかったんですけどねどちらかというとこちらの方が深刻で自分が頑張れば頑張るほど売り上げを上げてね月収100万とかやれば家族は楽なんですよ楽で余裕ができてお金もあるからあっちこっち旦那さんの興味とは別のところで遊びに行くんですよ それは個人的にはね応援したいことですけどもじゃあ家族とか夫婦とか親子って何だろうなっていうところにまさに突きつけられてそれこそ狭いながらも楽しい我が家っていうのはみんながお金がなくって自由がないんでコミュニケーションの範囲が限られて家族で仲良くするしか家族で協力するしかないっていうふな本当にねなんか貧しいからこその幸せっていうものがあるんですよ。で貧しいながらでも協力してよかったね小さいクリスマスケーキだけど楽しかったねとかね うん、そういうのが共通の喜びになったはずなのにもう一人一人家族なのに別々の喜びを別々の場所とか人に対してあの得てきて体験してきてですねじゃあ一緒に暮らしてるって意味何なのかなっていったらその金づるになるために <laughs> 自分はあの <laughs> 奴隷暮らしができるかなとそれでも YouTube を楽しく面白おかしくやっていくだけのメンタルを持っているかなってところまで。 今のうちに考えておけばいいいんじゃないかと。もしかしたら一部体験してるかもしれませんけどもねそういう無配慮で、まあ、言ってみればあのバカな家族っていうのがありありと見えてくるんですよでかわいそうなことなんですよねこれっていうのは、うん、でもそれはもう仕方がないなと思考のレベルにはあの違いがあるなっていうふうに理解して飲み込んでいかないと自分と対等だとかね相手を高く見積もるとものすごくダメージを受けるんでああまあこんなもんだろうなとか思ってね賢さを他人に期待しちゃダメだなと 自分が賢さを学ぶ場所は家族にはなくて別のところにあるなっていうぐらい今度はマインドセットを切り替えていってねまあいわゆる自分は被られてむしられてそれでもいいんだと思えるぐらいに自分のことを卑下して卑下して卑下してその代わり片方ではあの家族の預かり知らないようなね言ってみれば他人に対してどこまでも貢献するっていうねこの相反する気持ちを持ち続けられるかどうかっていうところが生き残るヒントになるんではないかなと思いますねはいまあでもねコンビニの話 確かにコンビニの経営してると家族も売り上げに協力する意味で多分お父さんの経営してるコンビニでね物を買ってくれると思うんですよで奥さんと夫婦関係がね疎遠になったりどうなるかと色いろいろありますけども少なくとも他の女性と仲良くイチャイチャってことはしなかったり下にしても奥さんには黙るんじゃないかなと思うんですよでも YouTuber ってのは全然そんな配慮してもらえないんですよだからそれはねあの考えが全然浅い人に囲まれてそういう人を家族にしちゃうと 難しいですよねでこれをダイレクトに話すわけにもいかないんでねなんかねだからじっと自分の中でこらえるしかないかなっていうところだと思いますはい他にもいろいろね YouTuber として戦わなければいけないような、売り上げなんていうのはどうってことないんですよ売り上げを立てたからこそ生活を楽にしたからこそ戦うべき相手は本当に見えてきますからそれがね1億円を稼いでいや YouTube でね今まで稼ぎ続けた10年間の私の、ね、記録ですよ、えー、ということで、ね、これから1億円を目指す人はもう本当考えもしなかったような モンスターが出てきますんで考えもしないっていうことがいきなり出てこないように私が前もってお伝えしておきますんでまあ私についてくれば多少の覚悟ができるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。